こんにちは、はじめしゃちょーです。今日の動画はですね、ちょっと真面目な話になるんですけども、いや、真面目かどうかはわかんないです。それは皆さんがこの動画を見てから決めてください。今回ですね、いつもお世話になっている大家さんに、一つ頼み事をしようと思いまして、この動画を撮っております。その頼み事は何かと言いますと、ここ今、はじめしゃちょー、メインチャンネルの部屋ね、はじめしゃちょーのメインはこの建物で撮ってるんですけども、私、はじめしゃちょーの畑の方でも出演しておりまして、もう前も何回も言ってるんですよ。行き来がめんどくさい！それも結構頻繁に編集とか撮影の影響で結構行き来してて、本当に大変なんですよ。もう一度おさらいします。まず玄関出ます。こうやって歩いて、ここ入んなきゃいけないんだよね。はい、そうです。で、こうやって行かないと、結局ダメなんですよ。僕がメインチャンネルから畑に行くとき。大変なんですよ、いちいち。確かにね。なんか天井にはしごとかかけてやったんですけど、やっぱりめんどくさい。ねえ。ええ。というわけで、ちょっと、みんなに関わる話なんですけど、本当にもったいないというか、その移動時間がゼロにしてから相当いいと思うんですよ、効率的に。まあ、確かに。真面目な話、私、今から、大家さんに、ドリルで壁に穴を開けていいか聞いてきます。何言ってしまった本気なんです、僕は本気なんです。マジで。これも真面目な話してるんです。ほら、こうやってね、いちいち取り戻すときもね、こうやって戻んないといけない手間がかかって、本当にもう嫌だな。ああやってね、みんなヘラヘラ笑ってますけども、僕は至って真面目な話をしてます。この1号室と2号室の壁をぶち破れれば、無限の可能性、もう部屋自体も大きくなりますし、移動の時間もなくなる、できることも増える。もう全てにおいて僕最強だと思ってまして、実は。ただ結構真面目な顔して言ってるんですけども、相当馬鹿げたことを言ってると思うんですよ。そもそも賃貸なんで壁を壊すっていうこと自体がご法度なんで、まあ普通に考えちゃやっちゃいけないですよ。でもね、常識にとらわれてちゃダメなんだぞ。僕はこれまでもこれからも普通のことはしようと思ってません。常に普通の上の何ができるかを考えて動いていますので、ワンチャン大家さんだったら、いいよって言ってくれるかもしれません。それは分かんない。また不動産の関係で大家さん以外の誰かの許可を取ってからじゃないと壁をぶち壊せないかもしれない。とりあえず僕はもう壁をぶち破りたいんですよ。1号室2号室の皆さん想像してみてください。この壁をぶち壊したら未来が広がってるんですよ。結構ガチです僕。ちなみに今からですね、大家さんのアポをもう取っていて、今から大家さんに会いに行ってきます。真面目な話をさせていただきますので、果たして賃貸の壁はぶち壊すことができるかどうか、大家さんにやっていいのかどうか聞いてみたいと思います。では行ってみましょう。はい、ちなみに建物的な話をしましょう。こちらが2号室で、こちらが1号室です。こっちが畑、こっちがメインの建物となっております。で、僕どこをどうしたいかと言いますと、まあこの隙間にですよ、この隙間に壁があるんですよね。それをドリルでぶち破れればいいなと思っております。では大家さんに聞いていきたいと思います。失礼します。あ、どうぞどうぞどうぞ。大家さん、最近元気ですか？ちょっと体重の増加が気になります。あ、そうなんです、はい、私も今ダイエット中なんですみたいですね。まあそんな話はさておき、はい、今日はちょっと大家さんに頼み事があって参りました。はい、合法的なことであれば何でも。本当ですか？はい、いや、とりあえず可能か不可能かだけをちょっと聞きたく存じておりまして。はい、ズバリ言わせていただきます。どうぞ。ですね、1号室と2号室の壁をぶち壊すことは可能でしょうか？構造計算上無理だと思います。やっぱそうなんですね。そう、あそこで支えてる。ああ、壁が大黒柱になってるような感じなんですね。いや、実を言うとそれは数年前僕も提案しました。そうなんですか？そうなんですか？構造上壁が厚いってことですね。そうです。おやさん、やっぱり無理ですか？壁は無理です。ドリルでちょっとでこう、なんとかこうなっちゃいます。無理ですか？無理です。ちくしょう！壁の破壊を大家さんに止められてしまったはじめ、絶体絶命のはじめが苦肉の策に選んだ方法とは？諦めないで、はじめ。まだ勝負は終わってないわ。次回、はじめ、無許可で壁をぶち壊す。デュエル、スタンバイ。